で俺も作っちゃった。面白そうだから。これでこれで会話ができるんだって。緊張してるのと聞いちゃっていい？普通に喋れるよね。そうか、リラックスできてるね。そうそう、うん。そっかそっか、今日はどんな話をしようか。今日は暑いから夏の話でもどう？夏は何が楽しみ？あれ、聞こえてる？いや、俺喋るの苦手だもんな。ってこういう機会でもなんか何喋っていいかわからんくない？こいつらと、だってわかんないもん。まあやめていいよ。あはは、まあまあそんなこと言わないで、夏の楽しみは何かなって聞いてたんだけど。夏休み。夏休みは子供の頃は楽しかったよね。これって名前つけれるんだっけ、このこれに。いや、やめよう。やめよう。こんな気持ち悪くなってきた。なんかね、もう自分でわかる。なんかこれコミュ障がやってると、なんか自分でやっててあれだけど、恥ずかしくなるわ。なんかカラオケ歌ってるみたいな恥ずかしさを感じる。なんか自分でこの機会やってるんだけど、配信ついてるからさ、それ僕喋ろうと思うんだけど、それすらできないから、もう、いや、ちょっとごめん、俺できんわ。いや、面白くないじゃん、だってこれ。だって、機械ってある程度か、決まった言葉が入ってるだけであって、それをさ、探して喋ってるだけだなと思ったから、だからやめた。うん。あ、切り抜きしないでね。つまらんから。もっとつまらんと思っちゃうから。うん。